おまんこしょっぱピー、舐めたらほっけっきょー、あずっこんばっこんずっこんばっこん、チンゲマンゲということで今回なんですけれども、まあ、ちょっとね、まあ、このね神ゲーの方を、やっていこうかなというふうに、思うんですけど、今回遊んでいくゲームはどこ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 レインボーシックスシーズ、コールオブデューティー、バンガードを、遊んでいこうというふうに思います。まあ、僕もですね、やっぱコールオブデューティー実況者、かっこ仮なのでね、やっぱね、やっぱこう僕といえば、やっぱね、COD じゃないですか。え、まあ、多分ね、僕といえばコールオブデューティーっていうイメージがね、あるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、さすがにね、なんか、おぬくんといえば、なんか、荒野行動だよねとか言ったやつはね、ちょっと今すぐ殺そうと思うんですけど、まあ、多分ね、やっぱコールオブデューティーの動画を求めてる人が、いないですね。はい、いないんですけれども、まあ、僕のね、マスターベーションですよ。もう僕のオナニーですね。僕がコールオブデューティーの動画を上げるっていうのは。ということでね、じゃあ早速、クイックプレイ遊んでいきますか。いやー、マッチングするかな、今年中に。そこがね、結構心配なところではあるんですけど、てかさ、これなんかちょっとカメラのなんか角度がなんか若干傾いてる気がするんだけど、ちょっと待ってよ、これどっちこれとかさ、お前らが合わせろよ、今思ったけど、お前らがさ頑張ってさこうやってさ、なんか自分の頭の角度変えるなりしてさ頑張ってみろよ。なんでさ、投稿者であるさ俺がさわざわざお前らのためを考えてさね、カメラのさこう位置とか設定しないといけないの、めんどくせんだよ。やんのかお前、本当にやんのお前、あ、変なのかお前、かかってこいよ。あ、始まりましたね。ということで、じゃあやっていきますか。さあ、今回使っていく武器は、お、あ、とか、もうすぐ終わるじゃん、この試合。あ、途中抜けしよう。途中抜けしよう。ライディーさんとかがね、この動画見せたらね、うわ、おめえ途中抜けしてんじゃねえよ、殺すぞとかつって、なんか脅されるかもしんないんだけど、まあ、俺は途中抜け賛成派っていうかね、まあ、俺が途中抜けするからっていう理由なんだけど、まあ、途中抜けは全然ね、もうなんか、もうガンガンして OK みたいなね、そういうスタンスなんで、はい、よろしくお願いします。なんか世の中にはさ、ハサミの先っぽだったり、なんかナイフの先っぽ、なんかその、尖ったものが怖いっていうさ、なんか先端恐怖症っていうんだっけっていう人がなんか世の中には一定数、まあ割と結構多くの人数で、なんかそういうね、こう病気を持ってらっしゃる方いるじゃないですか。なんでちょっと、これ実験なんですけど、これ爪楊枝の先っぽでちょっとこれ目つぶし、お、なんだ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 、なんか、すごい、チンパンジーの声が聞こえるぞ。おー、クソマップ来たー。おー、なんだこのゲーム、なんだこのゲーム、もう地獄なんだけど。こんにちは、こんにちは、どこの動物園ですかこれ。え、すごいすごいすごい、おい、めっちゃクリックしてるって、鼻息えぐいって、絶対オナニーしてんじゃん。ないもうやばくねこのゲーム。さあ、ということでやってまいりました。今回使っていく武器はオートマトンかと思わせてマーシャルデュアル。さあやっていきましょう。マーシャルデュアルでドミネーション、世界一のクスマップでやっていこうというふうに思います。いや、よっしゃ来た、あ、気持ちいい、お、めっちゃ下打ちすんじゃん、すごい。どうした、え、俺そんななんか怒らせるようなことしたかな。だから正直さ、俺コールオブデューティー今やってるけどさ、コールオブデューティーの話なんかどうでもよくて、この動画を見てる皆さんにこう一個ね、こう聞きたいことがあって、皆さんってね、こう女性にこうセックのお誘いをするときってどういう風に誘いますか。まあさすがにね、なんかよほどのチンパンジーじゃなければこうなんか直接ね、今からセックスしようぜなんていう風にこう言える方はね、まあいないんじゃないかなっていう風に思うんですよ。で、僕もね、やっぱそういう風にやっぱ言えないからさ、なんかそもそも陰キャラしね、てか女の子の友達いないんですけど、そう、でもやっぱね、自分もさ、いつかはさ、さすがにね、今は童貞でもいつかはね、こうセックスをする時がね、まあ来るってか来ないと困るんですよ。まあだから、まあ来させるんですけど、で、そのなんか、その番が来た時にね、その女の子にそのセックスの誘い方が分かんないと、一生童貞卒業できないんじゃないかっていう風に僕最近気づきまして、生まれてからもう19年とか、もうもうすぐで20歳になるんですけど、もうすぐ20歳っていうタイミングでようやくね、それに気づきまして、ちょっと皆さんにね、教えていただきたい、そのセックスの誘い方、今後のね、その俺のスケジュール、まあ俺の妄想の中ではまあどういう風にまあセックスしようかなっていう風にまあちょっと日頃ね、ちょっと作戦を考えているんですけど、まあ俺の作戦ではまず女の子と添い寝します。はい、まず添い寝から始まるじゃないですか。まあその添い寝をしてる時とかに、まあ女の子にね、なんかその今の政治についてどう思うかみたいなね、まあ結構センシティブなね、そのエッチな話をしつつ、こういい雰囲気になってきたらね、こうちょっとこうなんかボディータッチって、ちょっとこうボディータッチ
チをしてね、こうなんかちょっとおっぱいテロンってこうちょ触ってみたりだとか、おっぱさんおっぱいをねちょっと触ってみたりだとか、まあ、ちょっとこう足の方をこう触ったりとかして、こう徐々にこうね、あの下のこうあのマンの部分にこう手を近づけさせると思わせてからの顔面ポン。てかちなみにね、あのどうでもいい話、おめっちゃ大パンするやん、どうした、おそんな悔しいか、あおかしいなお前な、俺に殺されちゃったな、あフラグもあげるよお前、なんでね普段の動画とは違ってこうなんか顔出しっていうんですか、なんか中出しっていうか、こうなんか顔出しをしてるのかと言いますとですね、やっぱその俺のね普段のこう動画を見直していて思ったんだけども、やっぱねこうなんか下ネタばっか言うのってこう良くないし、でましてやね、なんかこうなんか竹島でオナニーしたとかなんかそんなこと言ってるとね、モテないじゃないですか。まあ、だからね、あの顔出しをすることによって、こう自分のね、ちょっとこう黒い部分をまあ自制しようと、ちょっとそういう過激なね、ネタをやっぱこう自制こうできるじゃないですか。こうやっぱこう顔出しでさやってんだからさ、なんでこうよりねこう健全な動画にしようという狙いで顔出しをね今してるんですけれども、結局あのなんかセックスの誘い方がどうとか言ってるんで、あの全く意味がなかったっていう、はい、ところで、あの今ね顔出しのワイプをね消そうかなっていう風にちょっと迷いながらコールオブデューティやってるんですけど。バンガードのさ、このベルリンとかいうこのクソマップを好んでやってる人ってさ、いるん？普通に気持ち悪いんだけど、このマップ好んでる人。本当にクソマップで、俺マジで嫌いなんだよな、ここ。あ、待って、あ、ハート3つ取ってる。やば、神マップか、俺。あ、あれ、いるよな。あ、何してんだ、お前そこだよ。お前、インキャガヨンだね。ずっとお前そこにね、あの、なんか、レスあったっけ。最近さ、結構あのコールオブデューティーヴァンガードなんかこうクソゲーってこうなんか普段から言いすぎて、なんか逆にヴァンガード面白いんじゃないかっていう風にこうなんか錯覚し始めて、結構ねプライベートでもヴァンガードやる時間がね本当に増えたんですよ。だからこその不満なんですけれど、なんかやばくない、なに、火炎放射してんだけど、おい燃やすな、ふざけんな、仮装すんな俺を。まあ、最近プライベートでコールオブデューティーをやってるからこその不満なんですけれども、まあ皆さんね、あの例えばこう平日の朝起きましたつったらね、あの学校行ったりとか、まあ、仕事行ったりとかっていう風にするじゃないですか。でも僕はね平日朝起きてあの学校行くと思いきや、まあ、あのまずコールオブデューティーを起動するんですね。あの学校ないんで、うん、あのなんでその、まあ、コールオブデューティーを起動してあの公開マッチに行くんですね。まあ、通勤ですよね、ある意味ね、まあ、ある意味通勤するんですけども、まあね人がいないと。まあ、人がいないと。でね、そのマッチングしたと思いきやね、ここから海外部屋に飛ばされて、クソラグい状態でやらされてさ、やっぱ、最近のね、ヴァンガードって普通にね、こう、環境としては落ち着いてるから、ちゃんとした部屋であれば、あの、まあまあ、面白いゲームなんですよ。ほんとネタとか抜きでね。別にこれ、ステマじゃないよ。お金もらったとかじゃないから。てか、あんなね、コールオブデューティーの運営がね、あの俺にお金をくれるわけじゃないじゃないですか。ほんとクソみたいな企業だから。うん。だからステマとかじゃないんだけど、ほんとにヴァンガード最近ね、面白いゲームになってきてるんです。うん、まあ普通のゲームになってきてるんです。でもね、その海外の部屋とかに飛ばされてさ、もうなんかもう200ピンとかで戦わされるの、なんか俺ブラジル人みたいなこう扱い受けてんのかなみたいなさ、なんかたまにこう勘違いしちゃうんだけど、そんな状態で遊んでたらね、もうあの本当どんだけ面白いゲームでもくっそつまんないの、もうストレスしかなくて、打ち合いとかでもさ、俺明らかにこれ買ってますやんってやつでもなんか俺死んだりするし、なんか弾当たんねえし、まあ弾当たんないのはもう俺のせいなんだけどさ、あんだけね神ゲー言われているコールオブデューティーブラックオプス2でも200ピンとかで遊んでたらもう一気にクソゲーに生まれ変わりますよ。だからね、あの皆さんにね、そのお願いしたいんですけれども、学校と仕事やめてください。はい、あの学校と仕事やめて、あのコールオブデューティーをやってください。あのじゃないと、あの僕あのちょっとストレスが半端ないんで、あの海外部屋に飛ばされて、うん、あの平日の昼間あの日本人部屋ありません、一個もないから、うん、なんか負けたし。やべ、北朝鮮からミサイル来ちゃー、壊れろ、うぅ意外と精度高めだった。ちょっとバカにしてたわ。てかさ、その北朝鮮で思い出したんですけど、最近さ、なんか、ログインボーナスみたいな感じでさ、なんかミサイルがこう、ヒューデーンとかってこう落ちてくるじゃないですか。あれ、何マジで、なんか、俺最近俺アラームかけてないもん。だって J アラートで起きるから。